あの子の頼みなら仕方ありませんね。付き合ってあげましょう。ココちゃん変わったよね。一昔前はすごかった。今の方が断然いいよ。ココは昔も今も最高です。行くぞ。もしない。あんたナイフ戦で大きなハンデなんだよ。この目、それでも毎回勝てないから今度は夜に挑んだのに、私嫁が効くんだよ。どうなってんのバルデ。なんだか前回より動きが鈍くなった気がします。ビルド、そうやってナイフたくさんって気持ちは分かりますけど、腰や脇の邪魔になるようではまずいのでは。うちの新入りヨナ君もあなたのことをナイフだらけって。ヨナって名前なのか、あれ。大方こうやって放ったナイフの近くに私を誘導して、チャン引っこ抜いて再利用。油断したなバルモみたいな戦法。何がああですか。一度手から離れた獲物は二度と使えないと思え、常識です。しまった、説教モードだ。Halt! This is private property. Do you have an appointment? The factory's not even open yet. What do you want? Yeah, this is definitely the place. Go find out what the problem is, and deal with it. Hostile is a white female! I've always enjoyed a good fox hunt. From that short a distance.
フィート。速度高度維持。当然です。耳を塞いで口を開けろ。3、2、1。フレシェット弾命中。次弾装填します。うわー東南アジアルート分割案ですか、ミス黒坂。はい、草案を提示させていただきましてですね、この度は私のような代理の来訪を深くお詫びしますとともに、案に歩み寄りのお答えをいただけるならば、ガビル通商の取締役をしておりますヒノキというものが改めてご挨拶に伺わせていただきます。ご存知の通り、私ども秘密的組織の面もございまして、このご無礼何卒ご理解いただければと。いいですよ、案を拝見させていただけますか。ミスターキャスパー、ありがとうございます。それでは書類がございますので少々お待ちくださいね。キャスパー、何ぼーっとしてるの。殺し屋だよ。 SR 班の襲撃だよ。おっとっと、度肝を抜かれちゃいましたよ。すごい速さだったな。ベルトの中に隠してたんだ。チェックミスだよ。日本刀、すみません、ペラペラに薄い日本刀ですよ。うん、踏み抜き防止の鉄板残してブーツの裏そがれちゃった。 SR さん